色どもえは日本の作家である。マルクス主義の立場に立つ作家、運動家であり、代表作、荷車の歌で農村女性を描いて人気を得た。戦後民衆文化史研究の文脈でも注目されている。旧姓は徳家ともえ。広島県足名郡栗尾村に生まれた。1929年、東京城市美術専門学校に入学した。 家の没落で学士が途絶えて、学校を中退した後、貧民救済事業の先駆者とされる、久井松との出会いを機に、労働者解放運動へと身を投じた。1932年、日本共産党に入党した。その後は女校向けの野学やサークル活動を行う。一方で、反戦デモや党防衛官派闘争などの非合法の活動にも参加した。 1937年に山城吉宗と結婚した。翌1938年に神奈川県横浜市の朝日ガラス鶴見工場の臨時工となるが、同工場の環境の劣悪さから環境改善の場づくり、憩いのためのイベントの開催などに尽力した。同志たちとの活動が当局の目に留まったことで、1940年に、 治安維持法で夫婦共に逮捕され、懲役4年の刑を受けた。刑務所での獄中に拷問により流産にし、夫とも死別した。この間、1943年3月に三次刑務所から、和歌山刑務所に移送される。同年12月、ゾルゲ事件で、実刑判決を受けた、靴見房子が収監され、靴見の名を知っていた山城は、 図書府としての巡回の際に声をかけて、信仰を持った。1945年1月に、夫が死去した際に、靴見は山城を励まし、その後も靴見の死去まで交友は続いた。靴見の母妃の記号は、山城の筆によるものである。終戦の月である1945年8月、人縁の悪化から仮釈放されて、広島の聖火に戻った。 戦後の1945年から、尾野道市立図書館長、中井昭一が、広島県下で主催した、文化運動での市民講座を受講し、中井の地獄へ影響を受けた。なお、山城の千代の青春は、中井昭一の母親をモデルにしている。作家やジャーナリストたちによる、広島研究の会にも参加し、広島原爆の被爆者の手記を集める活動にも、 取り組んだ。また、農村の女性たちの意識改革のために、村々へ足を運び、女性史学集会や、生活記録運動の団体を育てつつ、多くの作品を表した。代表作の、荷車の歌は、戦後農民文学の金字塔との声もあり、1959年に、山本札夫監督、三国連太郎主演で映画化もされた。 1980年から表した、囚われの女たち全熟感は、結婚後に、神奈川県川崎市、浅田町に、約3年滞在した体験をもとにした自伝的、小説であり、近隣の町工場を転々としながら交流した、女工仲間や町の様子などが描かれている。2004年11月7日、満92歳で死去した。没後。 1965年の著書、この世界の片隅で、が、2016年公開のアニメ映画、この世界の片隅にと、題名が告示しており、関連性が注目されたことから、翌2017年に、異例の復刊が決定した。山城どもへの不法に際して、広島の地元市である、中国新聞市場では、農村民主化。 原水爆禁止と固い言葉で語られる、戦後の運動も、山城さんのそれは説教色がなく、しなやかだったと報じられた。また、日本近代文学研究者、広島大学名誉教授である、岩崎文とは、没後の山城どもへの資料整理にあたり、戦前から、戦後の時流を確かな目で見ることができた人と評価した。ありがとうございます。